日本人の死亡理由で常に上位にあるのが肺炎。その原因の一つに摂食嚥下障害という病気がありました。高齢者に多いこの摂食嚥下障害、実はマスク生活が続く今、若い人たちも人ごとではないんです。先月、厚生労働省から最新の統計調査が発表されました。それによると、日本人の死因5位は肺炎。さらに6位には誤嚥性肺炎という病名が。この誤嚥性肺炎の原因が摂食嚥下障害という病気なんです。一体どういう病気なのか、専門家に話を伺うと。摂食というのは訓読みをすると文字通り食べ物を手に取って口の中に入れるという行為、嚥下というのはごくんと飲み込むという行為を指します。ですから摂食嚥下というと、一般的には我々が食事をしてごくんと飲み込んで体の中に入れて栄養にすると。喉で穴が2つに分かれていてですね、食道に行かなければいけない食べ物が誤って気管支から肺に落ち込んでしまう、いわゆる誤嚥をしてしまうといったようなことが、大きな誤嚥性肺炎の原因だと言われています。摂食嚥下には5つのステージがあり、食事をする際それぞれが重要な役割を担っています。これらのどこかに異変が起きると摂食嚥下障害になりやすいんですが、その理由は高齢者に多い筋肉の衰えや口の渇きなど。しかも自覚している人は少ないと井上先生は話します。実は摂食嚥下障害、ご自身で気づくことってなかなか難しいんですね。人が外から見ていて分かりにくいということで、医療従事者が主に使いますけれども、簡易的なチェックシートというのがいくつか出ています。高齢者の患者さんが来られたときに、これを活用しています。チェック項目は全部で15。皆さんもチェックしてみてくださいね。してみます。肺炎と診断されたことがある、痩せてきた、物が飲み込みにくいと感じることがある、食事中にむせることがある、お茶を飲むときにむせることがある、食事中や食後喉がゴロゴロすることがある、喉に食べ物が残る感じがする、食べるのが遅くなった、硬いものが食べにくくなった、口から食べ物がこぼれることがある、口の中に食べ物が残ることがある、食物や酸っぱい液が胃から喉に戻ってくる、胸に食べ物が残ったり詰まった感じがする、夜咳で眠れなかったり目覚めることがある、声がかすれてきた。これら一つでも当てはまるものがあれば摂食嚥下障害の可能性があり、専門の病院で見てもらう必要があります。一つでも街でも聞いてみると、喉に食べ物がさ残るような感じはする時もある。ご飯食べるときは、背筋伸ばして食べるようにとか、そんなことぐらいかな。急がないで食べるぐらい。飲み込みにくくなるわね。むせるわね。麺類が多いね。一番あれ無難だからね。聞くときにはやっぱり怖いからね。かくらんに越したことはないもん。物が飲みにくいと感じることがある。大きいのは食べない。誤嚥したら困るから。ある程度年取ると飲み込む力とか吐く力がなくなるじゃない。そういうことは気をつけるね。例えば誤嚥しちゃったりとかしたことってありますか？ある。苦しいと思ったことはあるから、それから気をつけてるね。高齢者に多い摂食嚥下障害。しかしコロナ禍でマスク生活を余儀なくされている現在、若い人たちも人ごとではないと井上先生は言います。日常常にマスクをしてあまり人と喋らないということで、口の筋肉を動かさないと、刺激が少なくなって口が乾きやすくなる。ましてやマスクをしてますから口で呼吸をしがちになってですね、どうしても口が乾きやすくなるといったようなことは、心配されるかもしれません。
食べる飲むといったような機能が衰える、それをきっかけとして誤嚥をして肺炎になると、でやがては亡くなるという危険をはらんでいることから、ぜひ若いうちからですね、食べる飲む機能を維持していただくということを心がけることはとても大事だと思います。日々の積み重ねですね。そこで井上先生に摂食嚥下障害に効果的な対策方法を教えてもらいました。まあ、一番は唾液、唾液を出すための唾液腺というのがお口の中周りにありますので、それを直接刺激して唾液を出しやすくすると言ったような運動、あるいはベロが動かしにくい、乾いて動かしてなかったということであれば、まあ、ベロを動かすといったような体操なんかを、まあ、我々では外来でですね、主に高齢者ですけれども進めることがあります。唾液腺というのは口の中に3箇所あります。ほっぺたと顎の下に2箇所、これを直接外側からこうですね、まあ、マッサージすることによって唾液腺に溜まっている唾液を口の中に出してあげるといったようなことで即時効果があるということです。手のひらでほっぺたに軽く当てていただいて、これを唾液を前にこう押し出すようなイメージで、まあ、ゆっくりとこう回転させます。そうするとお口の中に唾液がスーッと出てくるイメージがわかるかなと思いますけれども、それからちょうど顎の下をですね、今度は親指で押し付ける、唾液を前に押し出すような形で押し付けながら前の方に回転をさせると、そうするとベロの下にですね、唾液が出てくるのが分かると思います。回数は、まあ、決まった回数というのはないんですけれども、まあ、気になる程度に従って1日10分ぐらいやると、まあ、十分な唾液が出るかなと思います。次に教えてもらったのは舌のトレーニング。まずはじめにお口を大きく開けて悪寒弁をします。ベーっと舌の方に出します。その次、右側に大きく出します。右側にベーッと出します。続いて反対側、左側にベーッと出します。最後に円を描くように大きく1回転お口の周りを回します。休みながらで結構ですから、だいたい10回ぐらいやっていただくといいかなと思います。多少疲れるのはいいんですけれども、疲れすぎてしまうと逆に疲労になってしまいますので、疲れない程度に行ってもらえばいいと思います。お口の中というのは実は体の中で最も繊細な場所で、感覚機能が優れているところです。ちょっと気になるなということであればですね、ケアをしていただくと、普段やってない運動を促すといったことにもつながるかもしれません。そうですか、15のチェックのうち実は私恥ずかしながら5つあったんですけども、はい、このいわゆる唾液腺のマッサージと、うん、からベロの運動で多少防ぐことはできるってことなんですね。そうなんですよね。やっぱりこう改めて考えると、はい、ちょっといつもと違うかもしれないっていうのを今の、ねええ、チェック項目で多分確認できると思うので、はい、まあ、そういったのも改めて確認するのがいいのかなとも思いますよね。はい、私も実は3つ当てはまって、うん、まあ、毎回じゃないんですけど、やっぱりこう飲み物を飲んだ時にこう、うん、ごほごほごほってむせることがありますよね。もう本当改めてこうマスク生活がしばらく長いですから、うん、私たちも気をつけなければいけないなと思いますね。食事の前にこの運動すればいいということですよね。ね、そうか、よりこう動かしやすくもなりますしね。はい、まあ、改めてこういった摂食嚥下障害の可能性があるということですから、こういった、ね、チェック項目がありますから、はい、まあ、自分であまり意識しないかもしれないので、ご家族と一緒にチェックしてみるっていうのも、もしかしたらいいかもしれないですよね。今むせたよとか ね、そうですね、声かけ合うのもいいかもしれませんし、またね、改めてこうマッサージであったりとか、はい、こういった体操もあるということですし、まあ、結構手軽に、ね、できますよね。はい、ですので、まあ、こういったことを取り入れていくっていうのもいいかもしれませんし、まず改めて放っておくとやっぱり、まあ、肺炎であったり、ね、最悪の場合は命を落とす可能性もありますから、はい、健康な体を維持していくためにもちょっと取り入れつつ健康な体を、ね、ずっと過ごしていきたいですね。はい、以上今日のガタトピでした。はい。